なんだこの生き物は。変な生き物。しゃべってる。うわ、こっち来るな。こんな生き物見たことないぞ。一体何なんだ。何なんだこいつは。呼ぶなよ。僕にはタクマって名前があるんだ。とにかく離れろって。タクマ？それが名前？よろしくタクマ。答えになってないって。いや、それより待っていたってどういうことだよ。そう、僕タクマのことずっと前から待っていたんだ。どうして。どうしても何も。どうしてなのかな。それを聞きたいのはこっちだって。少なくとも僕はお前と違う。僕は人間だ。まだ子供だけど。人間の子供、初めて見るのなんだか変な感じ。たくまに会えて嬉しい。
用ってどういうことだ。とにかく僕にはタクマだけなんだ。僕はタクマをずっと待っていたんだ。なんだよそれ、意味わかんないよ。いいか、コロモンとか言ったな、よーく聞けよ。僕はもう子供じゃないぞ。中学生なんだしな。中学生って何？それは大人ってことだ。それは違くて、とにかく子供じゃな。子供じゃん。ほらほら、そうやってすぐムキになるところも。うるさい。いいからこっち来るな。うまくあいつを振り切ったぞ。しかし一体何なんだ、あんな生き物見たことないし。それなのに不思議なもんだな、そんなに怖くはなかった。夢じゃないよな。え、こいつ僕らを襲った岩のやつか。ここにいたのか。この距離では逃げ切れない。この野郎、舐められてたまるものか。見た感じ動きは鈍そうだし、油断さえしなければ。わあ、なんか突進してきた。でこいつ。まずい、また突進してくるつもりだ。逃げて。お前は衣？こいつは気が立っている。早く逃げて。待って、足がすくんで。僕がこいつを引き止めてるうちに、じゃないか。僕なんて構わずにお前も逃げろよ。だって僕はタクマを守らなくちゃ。あ、まずい。
せるもんか。たくまって頼もしいな。けど危ないかも。衣、せめてお前だけでも逃げろ。それはお互い様だって。あ、そっか。絶体絶命のピンチなのに笑いが出るなんて余裕だよな。ああ、僕もなんだかやれそうな気がしてきた。僕、行かなくちゃ。おい、一体何を。大丈夫、タクマ見てて。言ったでしょ、僕はタクマを守るって。コロモン進化。僕の番だね。
おかげでどうにか勝てた。コロモ、すごい戦いだったな。なんて無茶なことをするんだと思ったけど、まさかやっつけちゃうなんて。タクマ違うよ。今の僕はアグモンだよ。アグモン？コロモンじゃないのか？うん、コロモンだったけど今はアグモン。よくわからないな。でもとにかくまずはお礼を言うよ。助けてくれてありがとうな。お礼を言いたいのも助けてもらったのも僕の方だよ。危ないところで助けてくれたのも、この姿になれたのも全部タクマのおかげだ。僕のおかげって、何もしてないし。そんなことない。なんだかわからないけど、タクマと一緒にいたら体の中からぐんぐん力が湧いてくる。タクマ、ありがとうな。どういうことだよ、その姿になったことか。一体それってどうなってるんだ？さあ。そうだよな。お前に聞いた僕が間違ってたよ。照れるな。いや、今のは褒めてないからな。とにかく、こんな変な生き物を見たらみんなびっくりするだろうな。みんな、そうだ、みんなを探さないと。みんな、みんなって誰だ？ああ、僕の仲間のことだよ。いろいろあってこの近くの神社まで来ることになって、一度は全員集まったんだけど土砂崩れに巻き込まれてみんなとはぐれたんだ。そうだったのか。とにかく一度校舎に戻らないとな。でもこんな見知らぬ土地で森の中、霧で方向感覚もわかんないや。あの霧の中には入るなよ、タクマ。そりゃ好き好んで入るわけないだろ。ただでさえここがどこかもわかんないのに、またあの変なのに襲われたらひとたまりもないしな。またあんなのに襲われる可能性あるのか。どうだろう、わからない。なあアグモン、さっきの石の化け物って、あれお前の仲間なのか？仲間？冗談じゃない。あんな突然襲いかかってくるようなやつ、僕の仲間でも友達でもないぞ。いや、ダチとか連れとかそういう意味の仲間かって聞いたんじゃなくて、第一、僕はあいつらみたいに子供を襲ったりなんてしない。いや、同じようなタイプの生き物なのかって意味で聞いたんだけど。ん？あいつら、ひょっとしてあの岩みたいなやつ以外にも化け物はいるのか？いっぱいいっぱいいるぞ。でかいやつ、硬いやつ、空を飛ぶやつ、速いやつ、けむくじゃらないやつ、他にもいっぱい。も
ちろんいいやつもいるし悪いやつもいる。どっちでもないやつもいる。いっぱいか。ちょっと頭クラクラしてきた。僕、頭打ってどうかしてるのかな。ん？どうした、タクマ。これからどうしようかなって。あの岩の化け物にまさか全員やられちゃったってわけでもないだろう。誰かまだこの近くに僕の仲間がいるかもしれない。獣じゃないぞ。岩みたいなやつなら、そいつの名はゴツモン。それぞれ固有の名前があるんだな。とにかく僕はこれから校舎に戻ろうと思ってる。その道すがらにはぐれた仲間を探したい。アグモンも協力してくれるか。おお、僕はタクマと一緒だ。わかった。よし。ああ、今のは姫？うん、人間の悲鳴だと思う。あっちの方から聞こえた。あの声、多分ミノルの声じゃないか。神社の方だな。行ってみよう。おお。やばい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 、なんなんだよあれ。なんで岩の化け物に追いかけられてんの俺。ミノルくん待って、私もう息が。葵さん、こと言ってもあいつらまだ追っかけてきてるかも。追いつかれたらやばいんだよ。早く逃げなきゃ。葵さんも見たでしょ、あいつの突進食らったら怪我じゃ済まないって。でも私もう動けない。どこかに隠れて
助けを待った方が。隠れるったって、神社の方にはあの岩の化け物がいるし、他のとこなんて。あ、ほこら、あそこなら隠れられるかも。ほら葵さん、早く行こう。するから、葵さんは逃げて。ダメよミノルくん、危ないわ。相手が一匹なら なんとか なるかも。ヒーローに なれ。ダメミノルくん。そこまでだ。この子たちに近づかないで。げ、増えた。この狼藉者め、これ以上は俺が許さん。あなたのことは私が守ってあげる。お前たち、もう大丈夫。こんな数無理だ。ミノルだ。一体どこにいるんだ。あー、来るな。また怪物だ。また おい、ミノル、大丈夫か。タクマ、近くにゴツモンの気配があるぞ。さっきの岩のやつか。どのあたりだ。そこのずっと奥の方だ。あの祠の方だな。よし、急ごう。悪魔、待って。タクマ、骨門の気配が今度はたくさんある。なんだって。それでもミノルを放ってはおけない。行こう。僕に任せて。あ、こっち来るな。おい、あれ、ミノルがゴツモンに襲われてる。どうする、タクマ。のピンチをほっとけるものか。まず石の塊みたいなやつだから、真正面からぶつかっても危険だ。うまくタイミングを見て。うわ、まずい、もう一匹現れた。ちっ、あ、お前は大丈夫か、ミノル。ミノルを助けたぞ。あれはファルコモン。知ってる、悪いやつじゃないぞ。だから言っただろ、
俺は敵ではないと。疑って悪かったよ。助けて。承知。ミノルが助けを望むなら全力で応えよう。なるほど、あいつはどうやら味方らしいな。だからファルコモンは悪いやつじゃないって。でもご質問相手じゃ相性が悪いかも。タクマ、加勢していいか。そうだな、ミノルを放っておけない。助けよう。俺が手伝おう。ベビーフレーム。よし、俺が行こう。行こう。
悪魔、ありがとう、助かったよ。こいつとばったり出会って驚いて逃げたところに、さっきの岩みたいなのが襲いかかってきてさ。ゴツモンが狙ってて危険だと教えようとしたのに、ミノルは俺から逃げるし。いや、悪い悪い。すごいもんだな、ミノルのやつ。この生き物ともう打ち解けてる。タクマだって僕とすぐ仲良くなれたじゃん。すぐってわけじゃなかったよ。っておい、タクマ、なんだそいつ。それを聞きたいのは僕の方もだって。だがどうやら敵じゃない。敵じゃないぞ。さっきも見ただろ、僕たちを守ってくれたんだ。確かに何度もそう言ってるのだがな。とにかく今はこんな見知らぬ森の中で変な生き物に襲われてる状況なんだ。仲間が増えたのは心強いよ。この調子で葵さんたちや他の仲間も探してみよう。どうしたんだ、ミノル。いや、その…ごめん、俺、葵さんとは一緒にいたんだけど、さっきはその…ファルコモンに驚いて…慌てて一目散に逃げ出しちゃって、葵さんを…おい、葵さんを置いてったのか。無我夢中だったんだ、ごめん。まずいな。どっちの方向かわかるか。ゴツモン以外にも化け物はいるんだろ。多くはないが、いくつかいるのは感じるな。すぐに葵さんを探さなくちゃ。二人にはいなさそうだし、別の場所に行ってみよう。行こう。タクマくん、ミノルくん。あ、今の声は。よかった、ミノルくんいた。タクマくんも。あ、葵さん。葵さんも無事だったんだね、よかった。どうやら探し人は見つかったようだな。よかったよかった。もうミノルくん、どこに行ってたのよ。勝手に行ったら心配するでしょ。悪い、ほんとごめん。今度はみっともない姿は見せないから。ヒーローみたいに颯爽と駆けつけて解決するから。またそうやってふざけて、もう心配させないでちょうだい。ないでしょ、女の子を置き去りにして逃げるなんて。絶対許さないんだから。え、ああ、なんだこの生き物。新手か。いや、でもそんな雰囲気じゃ。待て、二人とも落ち着け。まあ、この子なら大丈夫、怖くないから。いや、今俺お尻噛まれそうだったんだけど。そ
そんな汚いお尻なんて噛みませんよ。さっき怪物に襲われそうになった時にこのワンちゃんが守ってくれたの。葵は私が守りますからね。ワンちゃんって間違いなく化け物だよな。そもそも犬が喋るわけねえし。葵さん、なんでそれを疑問に思ってないんだ。安心して、ラブラモンもいいやつだよ。僕前から知ってる。恐竜の赤ちゃん。僕アグマン。葵よろしくね。そして俺がファルコモン、以後よろしく。よろしくお願いします。ねえ、あなたラブラモンって名前なの。そうだよ葵、これからもよろしくね。大変、あなた怪我をしてるわね。女の子を置いて逃げてしまうなんて、俺とこんなじゃヒーローとは程遠いな。ミノル、どうしたんだ。いや、なんでもない。やっぱ一度校舎に戻ろうぜ。今どこにいるかもよくわかんないけど、近くにあの神社があるってことは、歩いて帰れる距離なのは間違いないよ。とにかく日が暮れるまでにはどうにか戻ろう。なあ、本当にここってさっきまでいたとこか。地形が全然違う気がするんだけど。え、そうなのか。さっき通ってきたトンネルへの道がどこにも見当たらないんだ。それにそもそもキャンプ前に聞いてた地形とは違うぜ。まるで全然別の場所みたいな感じっていうか。それって大丈夫なの。まずいな。そうなると校舎までたどり着けるか怪しいぞ。なあアグモン、あとファルコモン、お前たちはこの辺りのことわかるか。わかるよ。知っていることなら何でも答えよう。僕たち校舎に戻りたいんだけど。わかんない。木でできた2階建ての建物で、人間が暮らすもので。それだったら見たことある。本当か。木でできた大きい建物と広い空き地があった。豪邸か、間違いない。どこにあるんだ。どこだっけ。おい、場所なら俺がわかる。案内しよう。ありがとう、お願いするよ。お、やっと見えてきたぜ。ふむ、どうやらあれで間違いなかったようだな。うわーい、あともう少しだ。ラブラモン、足の怪我は大丈夫？心配してくれてありがとう。
大丈夫よ、葵。どうにかここまで戻ってこれたんだ。日が暮れる前に急いで行こう。それにしても変ね。あ、どうしたの、葵さん。ここまでの移動でスマホを何度か試してみたの。この辺り全てが通話可能エリアの外で、電話もネットも繋がらないわ。もう校舎の近くなのに。本当だ。 GPS やマップだけじゃなくコンパスのアプリもまともに動かないよ。こっちも同じだ。今はカメラくらいしか使えないか。それにさ、気づいたか？行きの時とは違ってあのトンネルを通らなかったよな。そういえばそうよね。 GPS が使えなかったから気づかなかったけど、別の道に入ったのかしら。だったら戻ってこれるのは変だって。それほど複雑な道じゃなかったのに、おかしくないか？ふむ、何か混乱があるようだが、この辺りにあれに似た建物は他にないぞ。早く行きたい。気にはなるけど、とりあえず戻れたんだしさ。とにかく今は校舎へ急ごう。日没までに帰ってこれた。ここがタクマたちの学校？いや、通ってる学校はここじゃないよ。僕らは課外学習の宿泊施設として使ってるだけだけど、学校は学校か。タクマ、学校ってなんだ？